鈴木の企業規模からするとですね、もうワンマンだとか、独裁等という限界を超えております、組織的に仕事をやっていただくと、こういうことを考えております社員が一丸となって、チーム鈴木で計画が達成できるよう、取り組んでいきたい。チーム鈴木を 掲げる理由は、中小企業の親父に依存してきた体質から、脱却することは一人の力ではできないと考えるからです自動車メーカーの鈴木は。 鈴木治会長兼社長が社長を退き長男の鈴木俊弘副社長を社長に昇格させる人事を発表しました鈴木治社長は会長兼最高経営責任者に就任します鈴木治社長は1978年から22年間と2008年から現在までで合計28年間社長を務め インド市場に積極的に進出するなどスズキを世界的な自動車メーカーに育てました。